桃が、桃がちゃんなの。桃とが桃なの。プラム、コケモモ。コケモモって何？よく出てくるようなローグライクに。スタートにゃ。 What's your name? ツネコ。ツネコ。わあ。ゲームやっぱちっちゃいか。夜のシンフォニーの騒音のせいで、ね、眠るべきではない時間に眠れなくなってしまう。あの迷惑な虫のせいで眠ることができない。あなたはイライラしてブツブツ言いながら目を開けます。羽ばたく音が聞こえて、あなたはさらに怒りを感じる。あなたは起き上がってアラームをにらみつけます。待って、これならこっちの翻訳いけそうだな。時計は柔らかく光り、時を表す。今は22時34分。あなたは部屋を見渡して、迷惑な訪問者を見つけようとする。それは特に面目どうだ。謎キャラ。わあ、ガだ。ガガ、あなたのすぐにあなたはカップの上に小さなふわふわのガに気づきます。やっと本屋、うまく翻訳できてないわ。数日前からここにいたんだって言ってる。実を言うと、この小さなガはすでに数日前からここに住んでいた。あなたはそれを外に出そうと頑張ってるけど、いつもうまくやってくれる。どんなに頑張っても飛んでいく。翻訳はうまくいってないわ。これは諦めよう。捕まえて外に出そうとしているのですが、どんなに頑張ってもいつも飛んでいってしまう。というわけか、ここに来て去りたくなかった、あるいは単に去れなかったのだろうか。この生き物がどうやって生き延びてるのかさえわからない。私の飲み残した飲み物を飲んで生きてるよ。この小さな生き物があなたの家に侵入した後、冷蔵庫から食べ物が消えてることに気づいたことだとしても、あなたはただ無遊病だっただけかもしれない。記憶力が悪いせいかもしれない。もう食べてしまったのでしょうか。ガが食べてるんだよ。ガが冷蔵庫を開けて、羽ばたく音があなたの考えを中断させた。小さなガがあなたの肩に止まった。うわぁ、やだ。それは小さな黒い目であなたを見上げた。あなたは衝動を感じる。撫でる。フリーと自由にする。撫でてやる。潰れちゃわない？ゆっくりと指を伸ばしてみると、意外にも飛び去らない。ふさふさした頭をそっと撫でると、小さな足を頭の上に伸ばします。キャー。それが指に登ってくると、興奮して悲鳴を上げそうになりますが、追い払ってしまわないように我慢した。ひぃ。小さな子があなたの手の上で心地よくなり、口角が上がるのを感じる。ベッドから立ち上がり、廊下を通ってキッチンへ向かいます。冷蔵庫を開けて食べ物を探します。ガはどうした？ガは手の上にいるのかな。ガが何を食べるか調べずにハーブをいくつか取り出します。それはガに近づけると、ガはハーブを注意深く食べ始めます。あなたは微笑みながら、小さな子にささやきながら尋ねます。ツネコ、あれを食べるのか。他には何を隠してるんだ。少し罪悪感を感じたように見えた後、翼を広げてあなたの肩から少し離れたところで飛び去る。床に着地すると、その小さな目があなたを見上げる。窓から差し込む月明かりが、その目をまるでキラキラと輝かせます。キラッキラ。突然雰囲気が一変し、心が少し重くなるのを感じる。あなたは床に落ちたそれを見て深呼吸をする。首筋の毛が逆立つほど不安が募ります。死んでしまったの。わっ。しばらくすると、柔らかい黄色い雲が部屋を急速に満たした。鱗粉だ。雲を払いのけて数回まばたきすると、見えてくるのはガ人間や。人間、ガの特徴を持つ人間。
蛾人間です。蛾男です。彼は自分をできるだけ小さく見せようとしながら、ぎこちなくあなたを見つめます。ザッツ。衝撃で息を呑む。一体何が起こったんだ。フリークアウト。びっくりだ。オーマイゴッド。ゴッド。蛾人間だ。彼は頬を絡め、恥ずかしそうに床を見下ろしながらつぶやいた。ごく普通の半分虫です。今まで見たことないんですよね。半虫。冗談だろう。本当に本物だとは思わなかったよ。子供の頃に自動車で何度も聞いたことがあるけど、あなたはキッチンにいる見知らぬ人をじっと見つめ、顔に赤みが差してきた。イアン、イアン。私たちはそこにいますが、できるだけ逃げ隠れようとしています。私の名前はイアン。他に質問はありますか。食べ物を何食べてるの。慣れてもいい。なぜここにいたの。結婚したいの。 What to get married? 慣れてもいい。わあわあ。あなたはゆっくりと彼を上から下まで見ます。あなたの目は彼の触覚から彼のふわふわした首へと移り、ふわ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 。いいよなこの首。最後に彼の恥ずかしそうな姿勢に落ち着きます。撫でていい。それは突然起こりますが、彼の愛らしい特徴をすべて観察した後ではどうしても我慢できなくなりました。嫌がってない。イアンは突然まっすぐと立ち上がり、驚いて目を大きく見開いてから衝撃の笑い声を上げました。彼はすぐに落ち着きを取り戻し、目を合わせないように恥ずかしそうな姿勢に戻った。少しの間沈黙した後、彼は恥ずかしそうにあなたを見てうなずきます。脱げて。あなたはゆっくりと手を上げて彼の髪を優しく撫でます。ふわふわ。あなたはうっかり彼の触覚に指先をぶつけてしまった。これなの。彼は恥ずかしそうに黄色い顔をあからめ、小さくすすり泣きながら触覚を落としました。ソーリー。ごめんね。不快に感じますか。敏感なんだよ。あなたは彼の頭から手を離しますが、彼は素早く両手であなたの手をつかみ、しっかりと元の位置に戻します。 No, it just feels good. いや、気持ちいいんだ。これは危険だ。危険な部位だ。彼は目を閉じてその感覚を見ながら、楽しみながら静かにつぶやいた。性感帯じゃん。しばらく慣れ続けますが、喉の奥で心臓がドキドキしているのを感じたので、やがて手を引っ込めました。そしてお腹の中に蛾がいるのを感じ始めます。ひい。私の料理を食べていたのはあなたですか。鬼面しちゃうね。血が黄色いのか。イアンは罪悪感を感じながら目をそらし、床を見下ろしながらうなずいた。君はめったにどっかをチェックしないから、あまり気にしていないと思っていた。彼は突然あなたを見上げ、彼の赤みがほんの少しだけ濃くなります。そういえば、体には十分気をつけて自分をすらってくださいね。何？彼の声の優しい調子であなたは微笑みます。一番食べたかったものは何？寿司。イアンは顎に手を当てながら横を向き、少し考えますがすぐには返答しない。正確な名前は覚えてないけど、甘かった。今までで一番食べて美味しかったものを聞いているのか。彼はさらに少し時間を取って、手のひらを上にしてカップ状にして、あなたの方に手を差し出した。桃なの。桃。オレンジ&ピンク。オレンジとピンクでこんな感じで手のひらにぴったりと収まっていた。あなたは彼をまっすぐに見つめながら興奮して眉を上げます。ピーチ。やっぱりピーチだったんだ。桃。あなたがおっしゃっている通りのものです。桃。彼は興奮して唇を曲げて小さな笑みを浮かべ、小さくうなずいてあなたに答えた。ネクター飲みたい。ピーチネクター。ピーチズ。いや。どうしてここにいるの。結婚したいの。
鬼面させてしまったね。彼があなたの言ったことを理解するまでに少し時間がかかり、彼の症状の変化に気づくことができます。うわあ、すごい口開いてる。うわあ、でも私たちついさっき会ったばっかりじゃない。いずれにせよ私たちは架空の 人物なので読者にセロトニンを与えましょう。なんやて、私の存在を知っているのか。イアンはあなたを完全に驚いて見つめそうで、あなたは見続けることにした。あなたに食べ物と抱擁と屋根を与えてあげる。そしてほんの一秒も経たないうちに彼は頬を絡めて答えた。レッツゴー、ハッピーエンドか。あなたはすぐ裁判所に行った。あなたとイヴァンの結婚式の司会者だけ。あとはあなたとイアンと機械者だけです。ウェディングオフィシアント。イアン、あなたは良くも悪くも豊かになっても死が二人を分かつまで常怖いし支えると誓いますか。イアン。イアンはあなたを温かく見つめ、あなたの手を軽く握ります。 Yes, I do. 常子。イアンとその他全てのことが死が二人を分かつまで愛し支えると約束してくれますか。 Yes, yes, I do. A で。それではあなたたちはお生涯のパートナーと宣言します。やったのか。 Thanks for playing. お体には気をつけてね。やったのか。バッドエンドあるのか。主人テキスト場で飛ばす。スネコスキープドルフリーッと自由にさせる。気にしない。あなたは素早く開いた手のひらでそれを覆うと、それを逃げようとし始めます。あなたは柔らかい羽が手のひらの内側を撫でるのを感じます。捕まえてしまった。あなたは立ち上がって窓の方に行きます。川静かになったようです。キルイットがある。うわー、あなたは決断した。空いている手で窓に手を伸ばして開ける。あああ。川素早く外に放り出し、素早く窓を閉めると、その小さな川しばらくそこにとどまり、その後飛び去っていった。これノーマルエンドなの。カインドソウル、優しかった。えっ、バッドエンドがやばいんだけど。ちょっと待ってくれよ。いいのか、これを選ぶ勇気ないわ僕。ちょっと正直、うわあ。あなたは柔らかい羽からの小さな衝撃を無視して手のひらを握り始めます。ああ、この男はあなたを長い間眠らせ続けてきたが、ついにあなたはそれに気づいた。あなたはすぐに手のひらを完全に握ると動きが止まります。自分が何をしたかに気づいたら、握りしめた拳をしばらく見つめた。手のひらを開いて死んだ生き物を見つめます。うわあ。それを外に捨て、手を洗ってからベッドに戻ってまた眠ります。あー、 You are a monster! 素手で殺してしまった。うわー、ひどい。エンディング、グッドエンディングを見てからこれを見ると辛いな。でも普段僕してるわ。普段僕モンスターだったわ。家に虫出たら絶対キルイットしてるわ。仕方ねえよな。雲怖いもんな。雲がよく出るよ。雲擬人化したところで可愛くないよ。雲嫌いすぎやろ。フリークアウト。いや、どうしてこんな可愛い男の子を怖がるの。ノープって言って、ノープ、You want to get eat。
怖い怖い怖い。ハーフインセクト、なぜここにいた。これを調べてなかったね。寒い夜、あなたのナイトスタンドのランプが私を魅了した。翌朝は外に出ることができなかった。彼は生意気な笑顔を浮かべてその話を続ける。さらにぬいぐるみもたくさんあった。抱きしめたり隠れたり暖を取ったりするのに最適だった。うわあ、私のぬいぐるみが。頬が温かくなるのを感じながら眉を上げます。私のぬいぐるみに触ったの。たくさんある。彼はすぐに少し罪悪感を感じたように見え、細い腕をくねらせ始めた。でも彼らはとても悲しそうで抱きしめられる気がしなかった。あなたは温かい笑い声を上げ、すぐに彼をリラックスさせた。わかりました、許します。どれが一番好き。彼の目は突然興奮で輝いた。フロッグプッシュプッシュプラッシー、あのカエルのぬいぐるみ本当に可愛い、かっこいい。それどこ。イアンはまっすぐに立ち、あなたのすぐ横を通り過ぎてまっすぐあなたの部屋まで走ります。彼が何をしているのか不思議に思う前に、彼は10年以上あなたのベッドの上に置いてあったカエルのぬいぐるみを持って戻ってきました。わあ、やった。イアンはあなたにぬいぐるみを差し出します。これ、あなたはそれらをそっと手に取り、微笑みながら下を見つめます。見上げ見つめる。これまでには良い時も悪い時もあなたと一緒にいたけど、ここ数年はそれを無視してきた。私がこのぬいぐるみをもう数年間触らずにいたの。ベッドの上、いや部屋全体にぬいぐるみがたくさんあるのに、誰があなたを責められるでしょうか。持っていたのを忘れ、持っていたのを忘れるところだった。その子、あなたが持っていたままでいいよ。あなたはカエルのぬいぐるみを彼に差し上げた。イアンはあなたを嬉しそうに見つめ、緑のぬいぐるみを優しく受け取ります。ああいう手話、本当にスーパーシュワースーパーシュワー。あなたは彼の目の優しさを楽しみながら、安心させるように笑顔を彼に向けます。イアンはぬいぐるみを胸に抱きしめ、声のトーンを温かく変えた。 Thank you! イエーイ。全部見てみるか。マリード、わー、やったな、勝ちました。スネコウィン、これか。でもここにいたんじゃん、ここにいたんだからもう触れ合ってそうだけど、枯れてるよこれ。主人公は何者なん。カエル、ツネコなの。ツネコだよ、主人公はツネコなんだよ。プレイヤー自身だよ。そんなゲームだったにゃ。まあ画も悪くないよな。画を好きになったかどうかは分からないけど、画を殺すことに罪悪感を抱くようになったね、このゲームをやったことで。